レスター・ウィリス・ヤングは、テナー・サックス奏者であり、クラリネット奏者でもある。チャーリー・パーカーなどの偉大なミュージシャンたちから、目標とされたジャズの演奏家。歌手のビリー・ホリデーが、テナー・サックス奏者のプレジデントという意味で付けた、プレスの愛称で親しまれる。ミシシッピ州のウッドビルという町で生まれる。生まれて間もない頃に、家族と共に、ルイジアナ州のニューオーリンズに移住。そこで、 幼少時代を過ごす。様々な楽器に精通していた父ウィリス・ハンディ・ヤングは、自分の子供たちに、あらゆる楽器を教えた。デスターはまずバイオリンを覚え、その後トランペット、ドラムス、サックスを習得した。父が家族に与えた音楽的影響は大きく、兄のリー・ヤングは後年ドラマーになり、親戚の中にもプロの音楽家として活躍している、ものが何人かいたほどである。 レスターが11歳の時にミネアポリスに移り住んだ一家は父をリーダーとしてファミリーバンドを結成、ボードビルやカーニバルの舞台で演奏していた。が、厳しい父との確執は強く、1927年、黒人の思考や行動を規制する事務苦労法が導入されているアメリカ南部への巡業を拒んだレスターは、そのことを理由にバンドを脱退する。 19歳で独立しいくつかの楽団を経験した後、1933年、ミズーリ州カンザスシティに今日落ち着ける。カウントベーシー楽団に所属したレスターは、当時テナープレイヤーのスターとして君臨していた、コールマン・ホーキンスのアグレッシブで荒々しい奏法とは、正反対のソフトで優しい演奏スタイルで徐々に人気を、博していった。その後、ベーシー楽団を離れ、 人気絶頂だったホーキンスの後任としてフレッチャー・ヘンダーソン楽団に入ったレスターだが彼を待っていたのはホーキンスのようにプレーしなければいけないというプレッシャーと周囲からの厳しい批評だった。まもなくそこをやめアンディカークバンドで6ヶ月ほど演奏するが再びベーシーと活動するために彼の楽団に戻ることを決める。1936年 ビッグバンドカウントベーシー楽団に舞い戻ったレスターは、ここで、やっと初めての国民的名声を得る。当時、ジャズの街として知られたカンザスシティで、彼の人気と知名度は上昇し、数多くのツアーとレコーディングを行った。第二次世界大戦が始まる直前、1936年から1940年の間に、レスターがベーシー楽団といったレコーディングは、 革命的と言えるものだった。バンドのテンポにとらわれるのではなく、彼のソロは漂うように流れ、そこには彼独特のテンポが存在していた。真のアドリブ奏者であり、ソロパートを演奏するたびに毎回次から次へと、まるで異なるフレーズが飛び出した。事実、レスターがベーシー楽団に財団していた時期が、バンドの最盛期だと見る人は多い。 クラリネット奏者であるフランク・パワーズは、後に、そうだな、プレスが辞めてから、ベーシーを聞かなくなったと語っている。ヤングはまたクラリネットの達人でもあり、その奏法においても、全く独自のものであった。1938年から1939年に、彼が行ったクラリネットの仕事は、ベーシーや、ビリー・ホリデー、レスター自身やベーシーがリーダーを務める小さなグループ、 または、無名のオルガン奏者グレン・ハードマンとレコーディングした楽曲に収められている。だが1939年、彼のクラリネットが誰かに盗まれてしまう。その後、コンサートプロモーターであり、レコードプロデューサーであるノーマン・グランツにクラリネットを渡され、吹いてほしいと熱心に説得される1957年頃まで、レスターはクラリネットのことをすっかり忘れていたと言われる。 1930年代頃より黒人の間で英単語クールを涼しいという元の意味から転じて冷静な雰囲気でオシャレであるという表現に使うスラング用法が存在していたがこのデスターの落ち着いた演奏スタイルがしばしばこの意味で形容されて指示を得ていったことで世間一般にもこのスラングが広まったと言われるありがとうございます